新政権はできる限り早期に国民の審判を受けることが重要だ9月30日自民党の石破茂首相67が衆院の解散を表明そして衆院選の投開票を10月27日に行うと発表したしかし衆院選は波乱を呼びそうだ岸田政権下の自民党は旧統一教会との癒着 議員らの裏金など様々な問題が噴出したためだ。特に裏金問題については厳しい視線が注がれており10月4日、石破首相が裏金議員を次期衆院選で公認する調整に入ったと毎日新聞が伝えたところネットを中心に反発の声が上がった。そんな衆院選で古いにかけられそうなのが高齢議員だ。 10月1日に発足した石場茂内閣の閣僚の平均年齢は63歳。9月30日に行われた自民党新役員の就任会見では菅義偉副総裁の破棄のない様子に心配が集まった。今回の衆院選については現職の国会議員として最高齢の二階俊博元幹事長85は今年3月に派閥の裏金問題をめぐって 不出馬を表明しているが、その他にも引退すべき議員はいるだろうか。そこで、本誌は70歳以上の高齢議員について、引退してほしいと思う議員に関するアンケートを行った。今回は、世代別に18歳から20代を対象にしたものと30代以上を対象にしたもの、2種類のアンケートを行ったが、引退してほしいに選ばれた。 上位3名がどちらの調査でも同一人物だったため、本校ではその結果をまとめて紹介する。まず、第3位は立憲民主党の菅直都氏77だった。80年に初当選した菅氏は96年1月、第1次橋本内閣で厚生大臣として初入閣を果たした。96年に旧民主党を結成し、9年には 政権交代を実現そして菅氏は翌年第94代内閣総理大臣となった11年に退陣すると17年立憲民主党に参加長きにわたり政界を渡り歩いてきた菅氏だがアンケートでは政治家としての理念がない話す言葉が響かないと世論からの信頼感が低い様子また内閣総理大臣時を改装し 政治を動かす能力が低く、民主党の時も、国政や経済を良くすことができなかったからです。総理大臣時代の態度が、不信の原因、総理の時代から批判はするけど、何もできない、政治家だからと批判する声も相次いでいた。22年には、自身のツイッターに、日本維新の会や橋本徹氏について、ヒトラーを思い起こすなどと投稿。こうした行動について、 立憲民主党内から新たな暴走老人と呼ぶ声があることを伝えるメディアもあった一方の菅氏はツイッターで一部で私は暴走老人と呼ばれているが名誉なことですと強気の姿勢を見せていた10月1日立憲民主党の野田芳彦代表67によって党の最高顧問に任命された菅氏まだまだ影響力を持ちそうだが世論は同党についていくだろうか 続いて、第2位は、小沢一郎氏、82。69年に自民党公認で立候補し、27歳の若さで当選。その後に自党すると、94年に新進党へ。さらに98年に自由党が結成されると党首に就任。また3年に自由党が民主党に合併されると6年には民主党の代表に選ばれた。その後も、 様々な政党党を渡り歩き20年にに現在の立憲民主党に参加した小選挙区比例代表制の導入を主導したなどの実績がある小沢氏は一方で自身の資金管理団体陸産会の政治資金規正法違反事件が波紋を呼んだこともまた政党の立法集散に関与してきたため騒ぎ問題を起こし政党の解体決闘 渡り歩きなどいろいろやるが、今まで国のためになることは一つもなしていないと思うからです。いつまでも権力にしがみついているだけにしか見えないので、どの声が寄せられた。さらに政界最古参の議員であるため、昔のような往年の活躍が期待できそうにもない、いい加減引退してほしいといった厳しい声も、22年には毎日新聞の取材に対し、 もう一度政権交代するまで引退できないと語っていたが、支持を集めていけるだろうか。そして第1位は、麻生太郎氏、84、だ。79年の初当選以来、83年の選挙以外はすべて当選してきた麻生氏。総務大臣や外務大臣を経て8年、第92代内閣総理大臣に就任したが、9年に自民党が惨敗したため辞任。以降は、 副総理や財務大臣などを務め今年9月末には自民党最高顧問に就任したそんな麻生氏は失言で世論の反感を買ってきた83年の夫人に参政権を与えたのが最大の失敗だった発言に始まり今年1月の講演で上川陽子元外務大臣71のことをそんなに美しい方とは言わんけれどもなどと話したことも 記憶に新しいそのためアンケートでは「意識がずれすぎてる」「失言が多く」「上から目線の態度とか議員にふさわしくない」「女性蔑視のような発言や自分以外はどうでもいいような考え方をしているように捉えられるから」といった非難が寄せられたまた党内切手のキングメーカーとも言われているため国会内での力が強く周りの議員たちも 麻生さんの顔色をうかがいながら政策を行っているイメージがあるので引退して権力になびかないクリーンな政治を行って欲しいから権威だけを振りかざして国会議員としてふさわしいと思わないため自分の思い通りに動かそうとしている感じがありもう他の人に席を譲ってほしいとの声も18歳から20代を対象にしたものと30代以上を対象にしたものそのどちらのランキングでも 軍を抜いて引退してほしいという票が集まっていた麻生氏9月27日石破氏が総裁に選ばれた際始終ぶぜんとした表情だったため大人気ないという声が相次いでいたまたもや自身の言動で引退してほしいという声を後押しする形になってしまったようだ以下は視聴者からのコメントで自動車免許の更新に高齢者は認知機能検査があるように 国会議員も認知機能検査を義務付けるべき。車なら人を怪我させる恐れがあるように政治家は国、国民を死に至らしめる可能性がある。お年寄りはダメとかじゃなく、意識が明瞭で庶民感覚を、お持ちなら、どんどんご活躍いただいていいと思う。非常に面白い調査記事でした。定年制ってよく見ますが、私はいいと思いますね。当方55歳ですが、 すでに時代の流れの速さ、ウェブ関係などに追いついていけてなく、iPhone も宝の持ち腐れ状態。とても70代以上の高齢議員さんたちが、時代のニーズに合った国の舵取りができるとは思いません。ガチ式、経験値と必要な部分もあるとは思いますので。国会議員の枠ではなく、各党、顧問なり、参与なりの役職で数名残ってもらう。 など改革があってもいいと思ってますね。いつまでも議員にすがるお年寄りが多く、若い世代が議員になれずにいるので、国民と同じように65歳の定年制を設けるべきです。議会に出ても意識朦朧としてまともに参加してないし、いつまでも凝り固まった考えでは国は発展しない。 今の弱りきった日本を作ったのはおじいちゃん議員なのだからいい加減世代交代で若者に席を譲るべきでしょう。引退してもらいたい国会議員はたくさんいる。彼らが議員としてどのような実績を残したか国益を失ったか75歳以上の方々の一覧表を作成し公表するのが良い。マスコミもこの程度の報道はして良いのでは 小参議院に媚びを売るだけでは、新聞も買う気がしない。この際、前向きに取り組むことを期待いたしたい。